ナーガルジュナが縁起の思想を拡大解釈をして、それまで清浄仏教は縁起というものを時間的な因果関係を、もう少し強くしたもの、そういうふうに理解をしていたものを相互依存関係というか相関関係というか、そういった拡大を解釈をして論理を展開したっていうことを話をしました。でそこの部分を今回はちょっと突き詰めて丁寧に説明を、ね、したいと思います。さあでその典型的な例があるっていうんですね。無明によって行があり、無明の滅によって行の滅がある、ね、こういう十二縁起の循環と逆環のこの2つが取り出されてあります。でこの部分をですね、ナーガルジュナは行がなければ無明もないし、ここをね対偶を取ってるんですよ。すなわち無明があれば行がある、でそれをですね反対にして、これを否定したならばこれを否定したものになる、すなわち行がなければ無明がないっていう言い換えなんですよ、ね、行がなければ無明も生じないし、それ無明がなければ行も生じないっていうふうにして、これをこういうふうに言い換えてるんですね。中村はじめさんですね、もう初期の仏教では部分的にしか言われていなかった相違性をナーガルジュナは徹底的な拡張解釈をしたのだと言われています、ということで、これは中村さんの言っている通りだと思います。待遇によってこれを格好を書き換えちゃったということなんですね。で、この上の説明だったら無明によって行があり、無明の滅によって行の滅があるって、無明が先で行が後であって、はっきりとした時間の前後関係なんですけど、こう書かれちゃって行がなければ無明も生じないし、無明がなければ行も生じないって書かれたら、無明と行は同時に存在する相互依存関係になっちゃうんですね。でこんな書き換えが許されるのかってことなんですね。こんな勝手な書き換えがあって、でここが問題なんです。これはですね、やっぱり中村はじめさんが言うように、前の方は時間的前後関係であって、後ろの方は、相互依存関係なんですね。でこういう書き換えが可能かっていうことなんですけど、できません。なぜできないかっていうと、実はこれね、論理っていうのはこうなんですけど、非常に重要な点があって、時間を含む場合、単純なですね書き換えできないんです。